はい、どうも皆さんこんにちは、ピヨキングです。7日目、みんなでバトルやっていきましょう。まあ、1日目からねずっとダウンし続けまくってる僕ですが、まあこんなもんでしょう、こんなもんでしょう、きっとみんなでバトルやってると、まああるあるですよね。ほら見て、今のルイージ見た、もっと4825だぜっていう方が4400まで下がってるもんね。もうこんなことあるあるですよ、きっと。そしてこれは思いっきりジャンプしていかなきゃ厳しいな。あ、なるほど、羽が出てくるのね。そしてジャンプ、オッケー、よし、これはチャンスっぽいぞ。オッケーオッケー、でジャンプで、このまんまちょっと勢いをつけていきますか。そしてここも渡る渡る、ジャンプ、オッケー。そしてあ、もうゴールっぽいな。オッケー、よし、なんか久々勝った気がする。まあ、ていうかですよ、もう普通に4900台に戻りたいんですよもう4900台に戻りたいんですよ。もうやめて、もう一番左の人、あんな6200ぐらいの人、めっちゃ強いじゃん、気をつけろ。いや、まあ気をつけろっていうか、もうあのマリオにね一番気をつけなきゃいけないと思うんですよね。え、待って、こんな投げられたら終わりやん、こんな。ちょ待って、やめよ、もうマリオやめよ、マジで。ちょっと待って、危ないから、あー見てほら、あー、マリオ死んでる、ざまねーぜバカめ。じゃあこの状態で俺は行くとするけど、ちょっと待って、危ないから、よし、オッケー。ここ地味に苦戦するな。よし、でこれはゆっくり行くのが正解です。うまい、あ、ルイージが順調に行き過ぎてんな。危ないから、そんなことしたら危ないから、マリオやめてよし、でこのままジャンプしていきます。よし、オッケー。そしてこれはどうすればいいんだ。オッケー、でこれは簡単だぞ。よし、オッケーオッケー。次に下の土管に入ると、またこれも難しいな、やめてくれ。あ、でもキノピオなんか言ってるな。あこれは慎重に行かなきゃ。あ、待って、よし、惜しいな、もうちょっとでゴールだと思ったんですけど。よし、それじゃあどんどんやっていきましょう。で今度は2代目アスリート、ランドセル353とトキ093ね。はい、多分全員初めてでしょうたまにね、まあごくたまにだけど、この人何回もバトルしたことあるくないみたいなね時があるんですよね。てかこのキノピオめっちゃ持ってくんな。待って、このキノピオめっちゃ持ってくるやっぱそっちに投げるよね。あ、じゃあ俺緑行こう。そしたら、お、なんかイエーみたいな言われたんだけど、これ俺正解ってことじゃない。そして次はこっち、うわーうそ、これ一番下か。よし、じゃあこれは真ん中に行って、まずそして一番下に次行くってことかな。多分一番下で合ってると思う。そして走っていく、でこのままゴールで合ってくれはしないな。これでいいのかな。オッケーオッケー。そして次は、うわ怖っ、マジ怖っ、危なっ。よし、でここの扉に入る、そしてゴールやった。さあそれじゃどんどん行きますよ、2代目アスリートさん。さっきもおったね。で5630に戻すってマリオだけど、まあ強いよね5630とか。まずね、僕はね5000に行きたいぐらいなんですが、あー待って、さあ行こうぜ、待って、ルイージちょっと押してやるからあ、そっか、オンオフしなきゃいけないのか。これはぜひやってくれ、ぜひしてくれ。それじゃあこれ当たる、これ当たる、ここ、こうやった、危な、よし、オッケー。そしてこれはどうすればいいんだろう。なるほど、このオンオフでスイッチを押して、このファイヤーバーから逃げる、押せ押せ、マリオ押すんだうわ危ない危ない危ない、よし、で待って待って、これ死ぬ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 同じことされた待って、これルイージチャンスじゃん、めっちゃチャンスじゃん。よし、マリオ蹴ってくれ、マリオ蹴ってくれ、それを蹴ってくれ、マリオ
なんでそっちに蹴んの？もうこれ積んだくない？ルイージのもう完全に独壇場だな、これ。これは多分ね、もうルイージの勝ち確だな、きっと。あ、戻ってきた。リスタートと行きましょう。時間大丈夫かな？まあ時間あと240秒あるから多分大丈夫だと思います。 OK。 そしてこれはまあ最初僕が海にマリオが怒った。え、もうこれダメじゃん、これもダメじゃん。よし、それじゃあまたリスタートです。慎重に行かないとこれ無理だ、もうなんで。よし、それじゃああのね、キノピオ、あ、ルイージも抜けた。二人になりましたよ。もう嫌だったんでしょうね。もう嫌だったんでしょうね。よし、それじゃあマリオ頑張るとするか。マリオ、行ってくれ。よし、オッケー。ナイス、マリオ。お前の死は無駄にはしないぜ。え、俺一人？みんなでバトルで俺一人？いや、絶対もう無理でしょ。もう無理なんは分かってるよ。分かってるけど。最後まで諦めないピオキング見てて。みんなでバトルで一人だけか、これはウケるな。まさかのでしょ、これ初めてだこんなの。それじゃあ次のコースやっていきましょう。そろそろピオキングのアバター、まあ、服じゃないで見た目変えよっかなって思うんですよね。もうめっちゃ可愛いのにしてやろうって思うんですけど、まあ、どうなんですかね。まあ、変えてもいいかなって思って。よし、それじゃあ、あー、ちょっと待って、危ない。あー、ちょっと待って。オッケー。これは、最初にゴールした人の勝ちで、ナイス、オッケー。あー、そう、これは、あのキノピオが有利かな。このまま、右に行こうか。で、ジャンプ、オッケーオッケー。これ大丈夫、落ちて。オッケー。よし、誰もいないな、誰もいないね。このままゴールで、あって、いや右にいるな。よし、オッケー。待って待って、これ、あら、下、なるほど、これ一回当たらなくちゃいけないってこと。オッケー。あ、これ絶対キノピオがゴールしたな。あ、はい、それじゃあこれでラストバトルにしたいと思います。今日はレートはね、少しは上げることができたんでしょうけど、まあちょっと最近やりすぎてて、ちょっとスタートがいくつから始めたか覚えてないな。全然覚えてない。そして最後は上に登れ、いいね、面白そう。まあコース名のままだったらっていうか、バトル用コースじゃん、やったね。よし、これはじゃあどこ行こう。どこでもいいんですけど、ここは黄色に行くか。よし、オッケー。待って、なんでマリオそっち来たの、一緒のとこ来ないで。もうやめて、そういうの本当に。もうオッケー、よし、ナイス、マリオ、オッケーオッケーオッケー。待って待って、やめて。待ってくれ、もう本当に嫌。もうなんで一緒のとこわざわざ来んの。よし、オッケー。でジャンプで、そしてこのまんま行く。もうだって抜けないじゃん、これ。どんだけ速いでも次邪魔。もうほら見て、こういうことになるでしょ、最悪。もうほんと最悪これ。それでもめげずに行くしかないんですよ。 OK。 そしてジャンプ、これでマリオに負けたらほんと嫌だよね。